Hello YouTube! Yes! 時間の鬼まむしこと沢茂美です。今日はこちらをシェアしていきたいと思います。私の使命、神から使わされた命は人類のアップデートのために使うんです。そうです。人類はこれまで何回もアップデートしてきました。人間っていうのは遺伝子の中でね、猿よりもその大脳が発達したとか、脳が発達してきて、ね、暗闇の中で音を聞くようになって、で、脳が膨れ上がってきて、ネズミができて、みたいな風にこう進化してきたわけですね。その脳ができるとですね、過去の記憶をこう、持ってるわけですから、こう、全部やり直さなくていい。途中からやり直せばいいんで、だんだん学習が進んでいくわけですね。それによってこう、知能というか、賢くなってきたと。それが遺伝子による人類のアップデートだったんですね。でも人類は知能を手に入れたおかげで自分自身で人類、すなわち一人の人間じゃなくて人間のコミュニティ、人間の生活、それをアップデートすることができるようになってきたわけですね。まず第一が虚構を信じる力。つまり、虚構を信じることによって人々は、それぞれ協力するようにことができるようになった。それによって人類はさらにパワーアップした。そして車輪を発明し、いろんなものを運べるようになり、農業を発明し、みんなで力を合わせて食べ物の心配を軽減させ、そして、産業革命だとか、情報革命だとかっていうのを行って、それぞれ人類アップデートして、今この世の中があるわけですね。ということで、これから10年以内に何が起こるのか、それは私が、私の使命で命を燃やしてこれらのことを実現すると。つまり AGI、人工汎用知能。今人工知能 AI ですね。ここにジェネラルっていうのが入って、汎用知能。今の、これっていうのはですね、人間と同じことをコンピューターができるようになるっていう、そういう意味です。そういったものができるんですか？できるんです。なぜならば、すでにここの頭の中にそれが物理法則として実現されてるからです。あとはこれのメカニズムをコンピューターに写像するだけです。そんなことできんのかよって。これは今、いろんな研究者の方がですね、その種を作ってできるんです。だから私がやるんです。そしてブレインマシンインターフェース、BMI、ブレインマシンインターフェース、つまりブレインのマシン、コンピューターをつなぐデバイス、インターフェースですね。で、これは非侵襲性、つまり脳に直接ダメージを与えないものっていうのが今主流になってるんですが、これを脳に直接刺す、このデバイスが近いうちに必ず世界を席巻します。なぜならばそれは便利だから。ね、携帯電話便利だから、これだけ広まりましたよね。人間の科学技術っていうのは常に便利な方向に、別の言い方ですると言うと人間がめんどくさくない方向に進むんです。すなわち、この技術が確立した暁には、すべて人間のこの便利さに耐えられず、すべての人間がこれを実装する世の中が確実に来るんです。それをやります。そして、ドローンインフラシステム。これはですね、今、自動自動車、自動的にですね、こう、コンピューターが制御する自動車、5G が来ると、それぞれのコンピューターで、制御しなくても、中央コンピューターでそれが制御できるようになるから、一気にそれは、いわゆる自動運転がですね、進むというふうに言われてるんですけれども、これ、自動車運転、これ、事故が絶対に防げません。なぜならば、自ら突っ込んできた人間を、引かないようにすることはできないからです。よって、今後は、自動車運転が確立する前にドローンインフラシステムができます。ドローンインフラシステムっていうのは全ての物流が、もうほぼ全ての物流がこのドローンによって、ビルの屋上と屋上でですね、行き来が行われるようなスマートシティにおいてはですね、そういったようなシステムになります。この3つ、これらを実現して、おそらく実現の順序はドローンインフラシステム、BMI、AGI、この順番で未来、どんどん人間がアップデートされていきます。これが、をやる。これをやるのが私の使命です。神から使わされた命の使い方です。ということで、今日は私の、使命、こちらについてシェアさせていただきました。最後まで聞いていただいてありがとうございました。イエース！